はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、まあ、サムネとタイトルの通りですね、ファミマ T カード終了のお知らせということで、ファニペイへ導入、そして D ポイント、楽天ポイントも対応可能ということで、早速進めていきたいと思います。はい、ということで、早速進めていきたいと思うんですけども、今回 Yahoo ニュースからピックアップさせていただきました。こちらですね、ファミマ T カード発行5月で終了、ファニペイ準備ということで、ちょっと文章を読ませさせていただくと、ファミリーマートは店舗でのお買い物で T ポイントを貯められる、ファミマ T カード、かっこポイントカードの店頭発行を5月31日をもって終了する。ファミリーマートが7月から開始予定のアプリ決済サービスファミペイの導入のためで、ファミポートでの情報登録も終了する。手持ちの T カードは引き続きファミリーマートでも利用できるということですね。で、こちらのファミマ T カードなんですけども、今回廃止されるのがビザデビット付きのキャッシュカードなんですよね。これが5月の20日をもって新規の受付を終了するということになっております。で、元々のあるファミマ T カードのクレジットタイプのものですね、こちらに関しては新規の発行はまだ継続をするということになっております。そして、11月から導入予定というのが、ちょっとタイトルにもあったようにドコモの D ポイント、そしてなんと楽天のポイントカードも導入されるということになります。なので、まあ、ドコモとか楽天のユーザーってかなり幅広いので、まあ、これはかなりお得感は出てくるのではないのかなと思いますね。そしてこちらのファミペイなんですけども、まあ、まだ僕のチャンネルでは紹介はしてなかったんですけども、一応7月からのスタート予定ということで、まあ、これは文章にも記載はあったんですが、まあ、そのアプリとポイントサービスを連携してポイントの利用から決済までバーコードの提示が完了できるということで、かなりまあ便利なサービスにはなるのではないのかなとは思いますね。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。まあ、ファミリーマートのファミペイはですね、まだちょっと少し先の話はなるんですけども、まあ、その準備が徐々にできてきてるのかなとは思います。やっぱりファミリーマートっていうのはもう本当に PayPay とか LINEPay とか、もう QR コード決済にかなり早いところで力を入れてきてるので、このファミペイがまあどれぐらいの力を発揮するのかっていうのは、僕個人としたらかなり楽しみな機能となっております。はい、ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと何かこう気になることがあればコメント、そして Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。